しょ。あれ右側バンカーだよね。私見えなかったんだよね。あ、多分ね右に行ったんだけど。右に行きました、うん、バンカー方向。うん。逆に捕まってくれた方があるからいいと思う。見えなかったよね。見えなかったね。これやっぱ無理だわ。行きません。これ。そう。これです。あ、よかった。よかった。そう、右側だなと思ったからよかったって。ありがとうございます。ちょっと見えなくてよかったあって。5番。いい。ドバーなんか。うん。オッケー。まさきさがりはね、やってるんですよ。いや、マリンちゃん飛んでますよ。ちょっとスライスだったけど。じゃあ、ここだったら行きます。大丈夫だと思う、大丈夫だと思う。危ない。あ、バンカーあるけど、大丈夫だった。バンカー、今でも本当に跳ねたっぽいような。行ってみようか。はい。135ヤード、7番です。7番アイアン。私も120ちょいぐらい。ね、今伊勢くんに教えてもらったこれをこれして飛ばしちゃったんだよね。今バーンって言った。だからめっちゃ飛んじゃいました。8番でよかったかも。88ヤードです。じゃあピッチングで打ちます。うまいっしょ。あれ、うん。ちょっと大きいですかね。風か。風かで、そう出た時本当ピンの方向に行ったんだけど。ました。うん、そう風だ。風でちょっと左に行った。旗がすごい今なびいてたから左だ。風の計算まだできてなかった。スピンがほどけました。え、これどんなになんだ。ここからシューっていくと思うんだけど。ジェイちゃんの動画もそこまでいかないわ。あ、全然そうじゃん。タコだ。最初のやつでよかったね。
パーです。ナイスパーです。薄すぎだね。本当縁でいいかもね。ですね。こうね。はい。でも次パーを取って終わりたい。そうだね。はい、頑張ります。頑張ろう。はい、パー取ります。よし、あの木狙いです。真ん中のあー全然左行った。大丈夫そう。大丈夫そうです。短いね、パー4。パー4、そうです ね。どこ行った？ちょっと右、四六位方向。うん、大丈夫。はい。オッケー、ナイス。ありがとうございます。112ヤード9番で打ちます。はい。頑張ります。はい、じゃあカートお願いします。はい。多分ね、70ヤードぐらいだと思う。本人に。ダラダラしました。ボギーです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。マリンちゃん、今日スコアどうでしたか？はい、今日は88でした。おお、やったー、すごい嬉しい。全然 80代で回れるゴルフ
まあ、じゃあ今日ラウンドさせていただいた東京湾カントリークラブのムービーでございます。音楽が流れちゃったからね、はい、私はね85でした。なんかバタバタしながら筋肉そうだかって。そうですね、なんかバキバキの中でもやっぱり80代でさすがです。まあレディースティーだったらって感じですかね。マリンちゃんね、レギュラーティーでも80代で回れそうな飛距離あるんで、あとなんかわかんないけど旗の読みが、ね、読みとかなのかな。今日課題が見つかったので、うん、また練習して頑張りたいと思います。はい、はい、暑かったです。暑かったですね、後半特に暑くてね、もう日焼けがやばいです。もうすごい焼けちゃったもん。はい、楽しかったです。楽しかったね。はい、はい、またマリーちゃんのラウンドとかなんかレッスンとかわかんないけど動画に出てほしいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。マリンちゃん企画でなんかコメントに募集しようかな。嬉しい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、バイバイ。